どうも、ゆーぴーです。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、僕最近ですね、毎日のようにツイキャストというものをやっております。ツイッターアカウントを使っての生配信ですね。元僕もニコ生主とかもね、実はちょっとだけやってたんですけれども、現在はツイキャストの方に落ち着いたという感じなんですけれども、いろいろステミキとかね、いろいろ使って BGM とかつけて、いろいろキャストやってるんですけれども、マイクがね、この任天堂のマイク使ってたの2週間ぐらいかな、2週間そこらでもうぶっ壊れちゃって、ノイズがすごい走るようになったんですよ。で、僕のねツイキャス見てくれた人わかると思うんだけど、ここにこうマイクついてんのよ。イヤホンのここにねマイクがついてんので、こうやってたんだけどね、なんかね、マイクの不調なのかしれないけど、音をねなかなか拾わなくて、ここにあってもだからずっとねここにこうやってこうやってねツイキャスやってたの俺ずっと。もうマイク買うわと思ってというわけでババン、こちら、ソニーさんのエレクトレットコンデンサーマイクロフォンでございます。本当はねちゃんとしたの買いたいんだけど、一応 PC マイクを今回はね買いました。うれお、意外といいかもわからへんな、これな。マイクスタンドがついてるということで、こんな感じでね。で、これダイナミックじゃなくてコンデンサーだから、感度いいよと。で、一応でもね単一指向性なのかなこれ。ちょっとこればっかりは使ってみないと分かんないんでね、ちょっと使ってみます。はい、というわけで今、このマイクから、音声を出力しております。皆さんどうですか、どう聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、ゆーぴーです。僕の声が聞こえてますか。これからはですね、ツイキャス、あとゲーム実況などはですね、このマイクを使って、やっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それでは、皆さんまた次回、じゃあね。パソコンの方はこのボタンから、スマートフォンの方は動画の下のボタンからチャンネル登録お願いします。おすすめの動画はこちらです。